を抱えます。体に対してまっすぐに膝を引き上げてください。片方の膝を抱えます。体に対してまっすぐに膝を引き上げてください。次は逆の足です。体に対してまっすぐに膝を引き上げてください。肩が床から離れないようにしてください。顔はひねった足と反対に向けましょう。次は逆です。肩が床から離れないようにしてください。頭はひねった足と反対に向けましょう。膝をできるだけ床に近づけるように開きます。胸を張ったまま体を前に倒しましょう。胸を張り足を体に近づけます。乗せた足が体と平行になるようにしましょう。次は逆の足です。胸を張り足を体に近づけます。乗せた足が体と平行になるようにしましょう。胸を張り抱えた膝を体に近づけます。次は逆の足です。胸を張り抱えた膝を体に近づけます。腰はできるだけ伸ばし、膝はできるだけ曲げずに行います。胸を張り、体を前の方に倒します。腰はできるだけ伸ばし、膝はできるだけ曲げずに行います。胸を張り、体をつま先の方に倒します。次は逆の足です。腰はできるだけ伸ばし、膝はできるだけ曲げずに行います。胸を張り、体をつま先の方に倒します。曲げた方の膝は床につけておきます。少しずつ体を後ろに倒していきましょう。次は逆の足です。曲げた方の膝は床につけておきます。少しずつ体を後ろに倒していきましょう。
胸を張って腰を落とします。その時お尻を引き締めましょう。次は逆の足です。胸を張って腰を落とします。その時お尻を引き締めるイメージを持ちましょう。かかとが浮かないようにします。体を前に傾けていきましょう。次は逆の足です。かかとが浮かないようにします。体を前に傾けていきましょう。胸を張って腰を落とします。膝とつま先は同じ方向に向けましょう。胸を張って腰を落とします。膝とつま先は同じ方向に向けます。腰をひねり肩を入れましょう。次は逆です。胸を張って腰を落とします。膝とつま先は同じ方向に向けます。腰をひねり肩を入れましょう。